今年最初の雪の花を二人寄り添って眺めているこの時に幸せが溢れ出す。 C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎でございます。つい先日ですね、埼玉県でも初雪を観測しまして、初雪というか、まあ、パラパラ舞った程度ですけどね、非常に寒い日でございました。しかし本日もですね、最高気温が14度、3月の中旬並み、下旬並み、2ヶ月先の気温だって言ってましたよね。こんなので地球は大丈夫なんでしょうか。まあ、これもね、文明が発達したり、経済が発達したりとかする結果ですね、環境汚染とか、それから二酸化炭素ですね、排出量、COP25 でも日本はかなり、ね、小泉さんが叩かれてましたけれども、なかなか、ね、難しいですよね。電気は使わなきゃいけない、作らなきゃいけない、電気の消費量がある。で、原子力の方が二酸化炭素の排出量が少ないんだけども、日本は原子力今使えない、あんまり動いていないから、どうしても火力に頼らなきゃいけない。ただ日本の火力発電というのは非常に優秀でですね、二酸化炭素の排出量というのは、少ないらしいんですけど、まあそれでもですね、原子力に比べれば多いということで、まあ、非常に原子力が動いてないということに対してね、かなり批判を浴びてましたけども、なんで小泉さんはね、いや日本は2011年のまあ、東日本大震災の時に、まあ、甚大な原子力の事故があって、まあ、チェルノブイリみたいになってるわけじゃないですか。帰宅難民になってるわけですよね。帰宅困難地域か。で、もう住めなくなってるわけだから、やっぱり国民感情とか政治的なところでどうしても原子力が今動かせないんだと。だからちょっと待ってほしいと。ただ必ず原子力を安全なものにもう一度、検証して、まあ、僕は原子力は使っていいと思ってるんですよ。思ってるんです。必要であればですけど、ちゃんと安全が確認されればですけどね。で、徐々にそういった方向に行くから、まあちょっと待ってほしいみたいなことを言えばよかったのに、何も言わないっていうね。本当に指しゃぶって見てても何も始まらないんですけどね。ということでですね、今日は何のお話をするかというとですね、夏にも冬にもどっちも、だから夏だから冬だからってわけじゃないんですけど、こう日頃の生活のことなんですけど、僕もね、実は30代、20代後半から30代真ん中ぐらいまで、もっとかな、お店始まった、僕35で独立してるんですけれど、そのあたりも含めてですね、すごく忙しくなったり遅くなったりとかするとですね、生活がどんどんですね、ルーティーンがなくなってきて、ギリギリこう生活になってくるんですよね。でギリギリの生活の中で、まあ、そこが普通だっていうベースを作っていくといいと思うんですよ。でですね、僕がこれはねいけないなと思う、まあ、うちのスタッフとかもそうなんですけど、これはダメだっていう生活があって、それはねお風呂なんですよ。で一人暮らしとかしてるとなかなかお風呂入れないっていうのはあるんですけど、僕はもうずっと32、3までですね、十何年間か一人暮らしをしてましたけども、週にですね 2,3 回は夏でも冬でもお風呂貯めて入ってました。ちっちゃい、本当最初に住んだところって、30年前に一人暮らし始めた時に最初に住んだところっていうのは本当ワンルームのユニットバスだったんですよ。だけどお湯貯めて、でね、お湯とさ水がこう別々になってるじゃない。で水だけ出すと熱、あ、お湯だけ出すと熱湯みたいなあるじゃないですか。で結構入って、冷めてくると熱湯出してみたいな感じでまた温めて、結構長い時間入ったりとかしてたんですね。でそれとストレッチをしてたんですよ。なんか器械体操部だったっていうのもあって、なんかストレッチするのが好きだったんですね。まあ、今でも好きなんですけど、ちょっとやらないと
なんか気持ち悪いから毎日ほとんど週5以上はストレッチはある程度、まあ、軽くですけどねやってるっていうのはあるんですけど、でね結果的に見るとお風呂に入って、ストレッチするっていうのは何がいいかっていうとですね、心がやっぱり整うんですね。で一番やっちゃいけないのはその夜そのまま寝てしまって、朝シャワー浴びて終わりみたいな生活、これはねやっぱなかなか心が整いづらいかなと思うんですね。で心整えるっていうのは何かっていうとですね、呼吸なんですよ。一応3つ大切なことがあります。筋肉がストレスを食べてくれる、呼吸が心を整えてくれる、汗が疲れを流してくれるっていうところ、この3つですね、この3つがすごく大事で、お風呂入ると汗かくでしょう、歩くと筋肉使うでしょう、でお風呂入ってストレッチすると心が整うでしょう、これヨガ的要素なんですけど、ヨガに全部詰まってるんですけどね。でこの3つをやることで心非常に整うんですよ。できれば毎日やった方がいいけれど、まあ、できなければってやっぱ毎日少しでもね、少しでもやった方がいいです。5分でもちょっとこうお風呂入った後に、テレビ見ながらでもいいんでちょっと開脚してみるとか、そういうところでそれでも心整うので、やっぱりね お風呂っていうのはすごくその、まあ、変な話シャワーでもいいけど、お風呂にこう入って、ちょっと汗がじわっと出るぐらいのところまでですね、まあ、そういったところをやってもらうと夜ですよ、夜心整うと思うんですね。でなぜ夜かっていうのはですね、これから睡眠に入るんですよね。で睡眠に入る時っていうのは睡眠のシステムを、まあ、皆さん知っていただけるとお風呂に入るのがすごく重要だっていうのが分かると思うんですけど、美容師の場合疲れてると美容師だけじゃないよ、どこの仕事の人でも疲れてるんだけど、帰るともうバタンっていう感じでさ、ご飯食べると眠くなっちゃってそのまま寝ちゃうみたいな感じが多いじゃないですか。だけどお風呂に入るとね、体温微量ですけどちょっとこう上がるんですよね。で上がってお風呂に出るでしょ、でそこでストレッチとかするじゃない、その体温がこう徐々に落ち着いて下がってくるんですよね。でこの下がるタイミングと睡眠に入る時に体温が下がる感じっていうのが非常に似てて、眠りを誘うんですよね。分かるかな、眠くなる時っていうのはね、体温が若干こう下がってきて眠くなるんですね。だからお風呂に入って湯冷めしてくると同じような現象が体の中で起こるので眠りを誘うんですよ。でそのタイミングでカッて寝るとですね、睡眠がこうバッて深いんですね。で昔はね、睡眠もノンレム睡眠とレム睡眠がなんか何時間で繰り返しててとかってなんかいろいろその理論とかがあったけど、実はね日本に睡眠学みたいなののね、こう第一人者がいるんですよ、世界的に有名な方が。その先生が言ってたけど、寝始めて最初のやっぱり 1,2 時間ぐらいで睡眠の質っていうのはやっぱり決まってしまうらしいんですね。だからうとうとしててこうなんかやっと寝れたみたいな睡眠っていうのは本当ダメで、寝るんだったらもう横になってパタンって寝るっていう、でその後に、まあ、例えばおしっこ行くので起きちゃったとかなんか目が覚めちゃったとかっていうのは全然問題ないらしいです、だからやっぱり夜ですね、まずそのお風呂入って、テレビ見ながらでも携帯見ながらでもいいからちょっとこう体、ほぐして、で眠くなったらそのまま寝るっていうですね、このねルーティーンっていうのは必ず取り入れてほしいなって思うんですね。それとね、結構こういうこと言うとそれ無理だよとかって言うんですよね。うちのスタッフとかもそれ私無理ですとか、いや無理じゃなくてやってないだけなんだけどね。でその心が整うっていうのはね、なんていうのかな、美容の仕事って接客業だから、お客様のこう悩みとか病んだ感じとかっていうこう負のオーラってもらいやすいんですよね、メンタルやられたりとか。だから必ずねそういったものっていうのは本当ね大切になってくるし、今これ見てる方若い方多いんですけど、
特にですねスタイリストになって2年目とかいう、こうところになってくると大体25、6とかになってくると思うんですけど、それから30代手前ぐらいまでってすごく自分、僕はですよ、すごく激動で悩んだ時期でもあるし、そこから32、3ぐらいまで本当に悩んでて、いろんなところね、このまま美容室続けるのかとか、独立するのとかできないのとか、なんか子供が生まれる生まれないとか、いろんなところで悩んでて、まあ、今もね、悩みがなくなってるわけじゃないけれど、そういった時こそね、やっぱりこう動いて、心を整えてほしいなと思いますね。うん、だから楽な方、楽な方に行ってしまうから、夜帰って何もしないでもうめんどくせえからそのまま寝るみたいな感じだけど、そうじゃないです。やっぱり人間として最高のパフォーマンスを次の日に保つためには、やっぱり夜のその寝るまでのルーティーンっていうのがすごく大切で、うん、シャワー浴びて朝、夜寝ちゃってシャワー朝ビュッて浴びてはい終わりみたいな生活をしている方は、もう一度ねよく考えてみてください。で、僕も同じだったんですよ。朝シャワー浴びて終わりみたいな生活してたけど、やっぱりその時は心整ってなかったし、体の乾燥とか、それから、まあ、いろんなところがね支障が出てきた時でもありました。やっぱり大切なんで、ちょっともう一度考えてみてください。日頃の生活をちゃんとして、人間としてのいいパフォーマンスが保ててこそ、美容師として、いい成績が収められるのは、これはもう絶対的なんで、いろいろ考えてみてください。一応先輩として一言、生活を整えるということに関して言わせていただきました。それでは出勤中でございます。今日も素晴らしい一日をお過ごしください。それでは行ってまいります。さようなり。舞い落ちてきた雪の花を、晴れてるからね、今日は晴れてる、いい日だな、いい日だ。